はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。ちょっとね、お時間がないんで、サクッとオープニングを撮りたいと思います。はい、撮ってあげたい。今日はですね、ユーマ詰めからアジングの方をやっていきたいと思います。まあ、もちろん、尺を狙ったアジングです。どうでしょう、もちさん。うちのね、アジングアンバサダーなんで。ちょっともっちから一言。出たぞ。昨日、ちょろっと来たら、帰りがけにおじさんから、釣れた？みたいな。いや、釣れんかったです、みたいな。釣れたよ、見る？みたいな。向こうからですよ。見たいなんて一言も言ってなんだけど、向こうから。バーってクーラー開けたら、多分あれ35、6あったっすね。35、6やば。やばくない？ってことでやりましょう。集合しました。はい、昨日のそれ話なんで、今日もワンチャンあるかもしれません。はい。ということで、張り切って、行ってきます！豚に変えるか。皆さん来ましたけど、アジですね。アジですね。いいサイズじゃない？もちさん、もちさん、いましたよアジ。ちょっとこのサイズじゃないんやろでも。皆さん。釣れちゃいました。どんぐらい、20ぐらいか、22ぐらい、あ、22ぐらいです。地合いなんでね、ちょっと投げますよ。早く早く。さあ、釣れたんでやります。本当に絶対これ味。待って、周りみんな釣れおる。味よ。え、本当や。当たる。やばいやばいやばい、地合いやん、地合い。来ました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 。アンバサダー、アンバサダーいいじゃないですか。イエーイ、釣っていきましょう、釣っていきましょう。ちょっと待って、さっきの話と聞こえたんですけど、はい、こっちの前になんか、はい、言ってましたよね。マイク取れとるかな。もう絶対これ味釣れ。終了しちゃったか。いや、いましたね。いました、いました。いや、アジよな。アジ。いやいやいや、ちょっと待って。よいしょー、来たー、アジー。来ましたよ。いましたね。ちょっと後で。とりあえず。よいしょー。がっつり、しかも表層やった。表層ふわっとまるでいこう。中層までちょっと沈めの、中層からちょっと誘っていく感じで、はい。しかも結構ヘビージグタンなんでね、ちょっとアクションも早め。ホールじゃなくて今負けだったっすもんね。ちょっと沈めて、よいしょ。今のはホールやったな。行きました。おお、サイズアップ。でかない？ちょっと待って、これでかい、これでかい。25、6ある。おお、でかいでかい。これでかい。皆さん、アジさん来ました。アジさんです。これが長崎のアジさん。後で測ってみましょうね、どのぐらいある。アジさんでした。おはようございます。ちょんちょんでフォール。きたーきたきた。あー抜けたー、はい、抜けたー。くっそ、What the fuck。
やばい、今マジ当たり取ったの気持ちよかったとに。この男性格来てますね。人のバラシを喜ぶという性格が出ちゃってますね。すごい嬉しい今の。俺も気持ちよかった。どうなのどうなの。いくよ。でかい、でかい、でかい。タモル、タモル、タモル、いらんやんこれ。いくよ、ほら。めちゃめちゃ大きかったとに。タモルの準備が遅いから。 What the fuck。 皆さん、イカのゲソをつける切り身か。これイキイキワーム、オリジナルのワームっていうこと。あ、オリジナルワーム、はい、はい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 。これ売ってるんですか。言ってもらえればお教えしますので。なるほど。ルルルルルル。やべぞ。寒いです。ちょっと計測の方をね、はい、やってみましょう。やっていきましょう。くらいかな。 26?とこですかね。ですね。ちょっといいじゃないですか。でも全然良かったっす ね、 ね、うん、良かったっすよね。いや、なんか地合いの感じが分かった件が、うん、楽しめたね。これに混ざってでかいのがいるんだろうと。イエス、そういうことでしょうね。初めて来たにしては、うん、いいんじゃないですか。うん、はい、お疲れ様です。よし、よっしゃ。今日夕間詰めから尺八を狙おうということで4センチ足りなかったっていう。もうちょっとですね、まあ、この4センチの壁は遠くはないと思います。まあ、年内になんとか尺八釣っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんね、応援してくれる方はね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。